皆さんこんばんはこちらチャンネルさくら北海道です本日のキャスターを務めます川端忠久でございますどうぞよろしくお願い申し上げます、えー、まずですね、えー、皆様方に告知がございます、えー、10月19日土曜日ですね迫ってまいりました、えー、18時からですねカデル27で、えー、ジェイソン・モーガンさんの講演会がございます、えー、ジェイソン・モーガンさんですね あのアメリカ人として、えー、しかしながらあ日本の歴史認識をしっかりです、ね、踏まえた形で、えー、日本人にさまざまな提言をされている方でもございますまたあの今日本では総選挙行われているわけでございますが、まあ、11月においてはです、ね、アメリカの大統領選挙もございます、まあ、そういった意味においてです、ねえー、地,上地上波などのマスコミでは絶対に伝えないです、ね、真実というのを皆様が 方にお伝えすることと思いますので、どうかですね、多くのご参加、心からお願い申し上げます。またウェブでもご参加できますので、詳細についてはですね、画面をご覧になっていただきたいと思います。どうか多くのご参加、心からお待ち申し上げております。えそ,それではですね、本日はま選挙戦を中心にいろいろとお伝えしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 チャンネルさくら北海道は第9話組合課一切支援を受けておりませんご覧になっている皆様方のご支援で何とかここまでやってきたところでもございます私も含めて皆さんボランティアでいろいろとお伝えしているところでもございますんで詳細についてはですね画面最後の画面でご覧になっていただきたいと思いますんでどうか多くのご支援のほどよろしくお願い申し上げます それでは早速始めてまいりまあ今ですね総選挙ということでやはりこれをですね抜きにして考えられないと思いますのでまずこの点についてですね皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。あとはですねあのこの総選挙を通じまして えー、今のその、まあ、裏金裏金って言われてますけど、まあ、要は不記載の問題ですねこの不記載以外で本当は語られなければいけないですね世界情勢もそうですし、まあ、国内のですね、えー、我々の生活に密接ないろんな課題についても考えながらですね、まあ、今日ちょっと皆さんと一緒にやってまいりたいと思います。 まああのですね、私は皆さんもご存知のように自民党でございますので、まあ、自民党を応援しております、まあ、私の選挙区は北海道5区ですね衆議院の北海道5区。 まああの自民党では和田義昭さんって方が出られているわけでございますが、まあ、例の不記載の問題でですね、えー、比例重複はできないということで、まあ、小選挙区で、えー、やらなければです勝たなければです、ねえー、落選してしまうという選挙戦なもんですからもう本当に今大変な形で、まあ、議会中でもあるんですね今札幌市議会も11月1日まで札幌市議会がありますからまああの。 非常にですね、えー、この議会をこなしながら、まあ、選挙戦もやってるという形でございます。まあ、そして、えーまあ、我々の同志でございます、小野寺勝さんがですね、まあ、日本保守党から、 比例で,です、ね、出られると比例名簿1位で日本保守党の1位で,です、ね、出られるということでこの番組でもあの一応特集ということでですね、まあ、今街頭をいろいろとやってますまああの今日は函館ぐらい道南ですかね函館でも平井さんと一緒にですね街頭演説したのをご覧になった方いらっしゃると思いますけれども、まあ、あのこれ間違っちゃいけないんですが。 私のところにですねあの厚別区民でありますからあ小選挙区は和田義明さんと書きましたと、えー、そして比例は小野寺正さんと書きましたと言って来た人がいるんですよ。あの昨日から起立前投票ができますからあのそれ小野寺正さんで書いちゃったんですかと2枚目は政党名を書かなきゃいけないんですよと仮、まあ、小野寺さんを応援されるということであれば。 えー、日本を保守党って書か,かんなきゃいけないんじゃないですかって言って「えっ?」て言われてですね初めてててそこで気ががいいあら失敗しちゃったったう人がいおられました、まあ私はですねまあ応援としては自民党と書いてくださいと言いますが、まああのですね、ご覧になっている方はもうさまざまな形でいろんなところをまあ応援されている方いらっしゃると思いますけど2枚目は政党名でございますから。 そして1番目が小選挙区ということで、まあ、特に多分日本保守党の場合はですね知名度の高い方、まあ、百田さんとかですね有本さんとか河、まあ、村隆さんとか出てますから知名度の高い方が出られると思わず投票用紙を,もを渡す時にはえ政党名をお書きくださいと言って渡されると思うんですけどももう思い込んじゃってるから。 名前書いちゃうっていう人がいるんだろうなっていうことでまあそういったことを言ってきた人がいて初めてですね、えー、思ったところでございますんで、まあ、どうかそれぞれ思いのある方に議席を取ってもらいたいというふうに感じられてる方はですね、まあ、そこのところはお間違いのないようにしてください。あともう一つですねこの投票用紙について、えー、ですね皆様方にお伝えしなければいけないのは あの例えば候補者であれば候補者名小選挙区であれば候補者名のみですで、えー、比例であれば政党名のみですでどうしてこれ言うかというと例えば私の選挙でもあったんですけど「頑張れ川田」とか書いたらこれ無効になっちゃうんですね。向こうになっちゃうんです これはどうしてかというと、例えばくたばれ変わったって書いたら、これ一票になるかってことなんですよ。だから、もうある意味では変わった正しさだけしか書けないんですね。ですので、小選挙区では候補者名のみを。もうそれ以外のことは書かないと、頑張れとかですね、必ず活動とかですね。まあ、そういったことは書かないようにしてください。これは比例の政党名でも同じです。ですから、もう。 本当に思い余ってしまってもある意味では期待度が高いから例えばさっき小野寺さんの話じゃないですけども思わず頑張れ日本保守党とか書いてしまうということになったら無効になっちゃいますんでですのであの皆さん思い思いのですね、えー、当選していただきたいという方についてはちゃんとですね、えー、あの候補者名のみそして比例においては政党名のみ。 をお書きいただきたいと思いますのでまあ、こちらの方はですね、えー、どうかご注意いただきたいと思うところでございますまあ、それでですねまあ、あの選挙情勢ということでああ今回の選挙については私もあの総裁選挙自民党総裁選挙でいろいろとお伝えしましたけれども、まあ、今までの選挙戦とは明らかにちょっと予想が違っていますで、それはなぜかというと あの簡単に言いますとこの自民党の中においてもですね、えー、石破さんを応援した人そして高市さんを応援した人もうこれは明らかに意識がまあもともと違いはありましたけどもう完璧に分かれていますですから何ていうのかもう政党を選ぶ選挙例えば既存の政党を選ぶ選挙 っていうことについては、まあ、非常に無理がある一般の人はですよ。無理があるような感じがして、まあ、感じがしますね。まあ、あの、ちなみに私は自民党ですから。あのまあ、私であればあ小選挙区は和田義明。そして、えー、比例であれば自由民主党。 まあ,あとはあの後でお話し,しますけどね最高裁については、まあ、この人は駄目だというのはもう罰をしていくという形で投票しますけどもあの本当にですね、えー、いろいろだと思いますまああの決まりのですねあの図でございます、まあ、最近ですねこれいろんな方からこの図についてお問い合わせやまあ評価もいろいろと頂い,いてるわけでありますけどまあ あんざら間違えてななかったということは確信を持つわけでありますすなわち今アメリカ大統領選挙もですねやっているわけでありますけども結局そのアメリカをお金で支配をしている人たちグローバリズムマネー大主義そしてその人たちが作り上げてきた戦後価値観すなわちあの大東亜戦争終了後第二次世界大戦終了後の価値観ですね日本であれば戦後価値観東京裁判士官 この枠の中でこのまあ来年八十戦後80年ですけども今まで戦後ですね政治をやりなさいと野党の役目は何かっていったらこの東京裁判士官をちゃんとですねあの与党である自民党があそれを踏襲して政治をしているかどうかの監視役すなわち 自民党はこの戦後東京裁判士間でちゃんと政治をしているか野党はそれを監視するこういったこのです、ね、戦後価値観この紫のこの枠の中で選挙戦をやりなさいとそしてマスコミにおいてもですねマスコミ編ちょっと出していただきたいと思うんですがマスコミにおいても読売新聞も産経新聞も まあ、同心とかも特にそうですね要は東京裁判士官やっぱグローバリスマネー大主義連合軍を、まあ、ある意味ではあ支配下にしているお金で,です、ね、支配をしているウォール街の人や国際金融資本、まあ、軍産複合体とも言われますけどそういった人たちに支配をされたあ連合軍国際連合体という連合軍ですよ戦勝国。 その人たちが作られた東京裁判士官の中で報道活動をしなさいとこの枠を超えちゃいけませんよという形で、えー、この戦後来たわけですから高市さんがですねまああのー、今日ですかね、あのー、靖国神社に、えー、例大祭お参りに行ったようでございますけども。 総理になっても靖国神社に行くなんていうのはまさしくこの東京裁判士官から外れていますだからダメですよということでガンガン批判をしていくもうこの人たちに突き従って生きていきなさいともう産経だろうが日経なんてはま,あそのまあある意味では首みたいなもんですよそして読売新聞もうそういう形でやっていきなさいとアメリカも同じですよね。フォークスであっても ワシントタイムズであっても、まあ、ある意味では ABC であっても何であってもそうですけどもそういったニューヨーク・タイムズやもうあのオー,ーストリート・ジャーナルも含めてみんなそうですよね、まあ、そういった形ですですからまあからそういった価値観で世の中が動いてるということこれはですね再確認したいと思いますしこれが違うっていう人はね僕はちょっとねよく分かんないんですよ。 だって皆さん普通お金をいただいて生活をして歳子を養っている、まあ、そういうふうになってますよねですからそのためには自分の思いとは違うことであっても多少なりでも我慢をしながら生きていくその最たるもの,のがこのグローバリズムまで大主義ですよ日本の政府自体もそれでなきゃ生きていけないというこの流れで生きているまずはこれをですね再確認したいと思います。 それでまあ政党編の方に戻していただきたいわけでございますけどもまあここにですね新しく日本保守党を入れましたまあ参政党さんもねありますで自民党も政権与党にいるということでおののの国会議員の意識っていうのはもうこれだけ幅広いですただもうねこの前の総裁選挙でも明らかになりましたが この我々日本派に近い人っていうのはもう負けたことによってまあ今非常にいいですねこの衆議院選挙においても危機的な状況になっているということでえだからよく今言われているのはまああの小選挙区においてはまあ高市さんを応援したい人を応援しましょうとそしてえ比例では日本保守党に入れましょうっていうようなのがまあ非常に今ですね まあ、あの我々の界隈っていうかまあねご覧になっているような界話の方がそういう意識の方も多いと思いますまあさそういった中においてですねそしたらまあ選挙情勢ということでまあこのマスコミの報道が全て正しいというわけではないにしてもただまあ彼らもあまり間違ったことはこの選挙戦ではちょっと 言えないと思いますから、まあ、本日、こう、十七日付の各紙においてはですね。まあ、いろいろと、この選挙戦に絡むような、この、は、これは読売新聞ですし。まあ、とど、ど、同心ですね、同心ですし。まあ日、日経ですね。そして、まあ、毎日新聞や、まあ、産経新聞でも出しておりました。これ、どういった調整になっているかということで。 なんですけども結構ですねこれこの意識は変わっているんですよね例えば日本経済新聞ですね自民過半数割れの可能性というので一面の見出しになっているわけでございますまあ、100選挙区超えのですね、えー、ところで接戦だとまあ、立民が 議席を伸ばしていくということは各地共通しているわけでございますけどその書き方についいてはまちままちちでございます、まあ、例えば日経新聞においてはですねあのこの自民党について言いますと、まあ、接戦が多いけども、まあ、この単独過半数については、まあ、過半数割れの可能性が出てきたんじゃないかということでですねあるわけでございますが。 例えばあ読売新聞においてはですね、えー、与党過半数の見通し見通しと、まあ、いうことでですね、えー、出てるわけでございます。まあこれねあの読売新聞だからそう書いてるのかもしれませんけども、まあ同心においてはですね、えー、まあある意味ではあまあ同心だからなのかもしれませんけど。 民裏金でび悩みということでただこの同心のこの世論調査は共同通信社の世論調査に基づいてお話ししておりますまあすなわちこれだけ割れてくるとですねどういうことなのかっていうとやっぱりもう接戦だということですよね接戦だということには変わりないんだと思います。 で例えばこの毎日新聞ですね毎日新聞は自民単独維持視野と与党過半数の公算大というふうに出してるんですね本当にまちまちですよまちまち、まあ、産経新聞に至っては、まあ、与党過半数めくり公募不記載響き自民低調、まあ、立民勢いがあると。 まあこれはあの変わらないわけでありますが、まあ、ただ与党が過半数を維持するかもというところでもございます。まあ、これはね多分この一番今回は出てくるのはこの比例ですよね比例比例ですよ、まあ、この自民党の比例がどうなっていくのか、まあ、これがやっぱり出てきますし 例えば不記載で、えー、我々の選挙区の和田義明さんのようにいいですね重複立候補が許されない人たち以外の人たちですねこの人たちが仮に小選挙区負けたにしても比例でどれだけ復活できるかっていうのは自民党ってさっき言った2枚目のです、ね、投票用紙にどれだけの人が書いてくれたかによ,よって大きく変わってくるわけでございます。 ですからここが読めないということもあって、まあ、多分自民党は今のままだと議席を減らすのは間違いないにしてもいまいちわからないすなわちね立民が伸びていることは変わりないんだけどもだけど,だけどですね立民にそしたら期待をするかこれはねないんだと思うんですよ。 ある意味自民党の批判票の受け皿として立民になっているということなのかなというふうに思っているところでもございます。特にこの東日本では野党の勢いが強いとすなわち今で言えば立民ですよねえ。立憲民主党。これがまあある意味ではその 東日本では勢いがあって西日本においては自民党が非常に顕著に戦っているということこういった報道が多いですかねだけど全体的な情勢は未まだにちょっと読めないとまだ序盤だってこともありますしただ共通しているのは日本保守党が、まあ、複数の議席を取る勢いだというのはこれ前紙大体書いてます。政党に至ってはですね これはもう各種によってて違いましてですね議席を確実に取るというふうに言ってるところもあればいやもう賛成とは今回ちょっと議席は難しいんじゃないかっていうところもあってこれはまあ多分そのえ接戦の延長線上にあるんだろうなと、まあ、各新聞社によってそれぞれまちまちでございますまああのそういった中でですねあの私としては やっぱりですね今その石破さんのやっていること彼は一体何を狙っているのかって言ったら要するに自民党の中の保守派を追放するとこれがですねまあ彼の主なある意味ではですね役目なんだと思いますね彼自身にどんな意識があるかはもう分かんないですけども ただ彼が追わされていいる役役目目とううううのはそういう役目なんだと思うんだ思です。まあ、今いろんなね動画とかでも言われてますしこれまあ地上波とかでも言われてますけど今実質その石破さんは誰の話を聞いてるかって言った自民党の今新しく幹事,幹事長になった森山さん森山さんの背景の,の人としてはまあ菅さん岸田さんがいらっしゃるわけでございますで、まあ、今日ね、あのー、総裁選挙の時に 菅さんとお会いしたという市、まあ、議会議員の中心の方ともお話ししたんですがまあなんかテレビでの表情とかまあ動画でも出てますけどなんかうつろな感じがしますよね。確かに先日ですね全国議長会の,主のですね、まあ、イベントがあったわけですけどその時でも菅さんがビデオメッセージで出ていましたが。 口々に皆さんご覧になった人あの時2,000人以上来てたんですけども「いや菅さんは大丈夫なのかね?」というふうに言ってる人多かったんですが、まあ、今日お話を聞いたらもうしっかりと普段はもうあ,のああいう感じでひょうひょうとしてるけどもうちゃんと受け答えもしっかりしてるしもうしっかりとした話しぶりと考え方を持っていたということでした。 だからそういう意味においてはやはり菅さんの力っていうのが今ある意味では自民党の主流派となってですね発揮しているということは間違いのない、まあ、すなわちした菅さんの背景なるものは何かっていったらまあ美中派でもありそしてえですねあの安倍元総理の時に官房長官だったわけでありますけども 官房長官自体に訪米してウォール街のねこの人たちともお会いしてそして総理になったということで考えればまさしくグローバリズムマネー第一主義この人たちのですねまあ,ある意味ではあ意図を組んでしっかりと理解した形で日本でえ支配をしているというこの意識をしっかりと思った形でやってるということは変わりないと。 いうことでまあ、岸田さんはそれにまあちょっとくっついてるというか、まあ、おこぼれをもらいながら生きてるというこの構図っていうのはやっぱりけんもう確実なものなんだなとそしてその人たちが狙ってるのは普通であれば自民党ねいろんなこう右,か、まあ、右から左までいろんな考え方があるにせよやっぱり一つの組織としてやっていこうというつもりでやっているのに。 さらにですね追加の制裁を加えてですね特に安倍派を中心とした議員の人たちを追い落としていくと自らの不記載であるとかそういったものはもう封印した形でもうある意味ではですねある方が言ってたように、まあ、もうちょっとした交通違反をですねまるであの酔っ払いの車を運転をしてですねそしてあの 引き殺したような罪に問われたようなごとく、マスクを使って報道して追い落としていくという形で、もう、ある意味では、もう追放すると。自民党からここを追放して、ここだけになると。ここだけにしていくという形の動きっていうのが、もう本当に顕著ですよね。ある意味では、日本保守党と一緒に、ある意味では野党に追い落としてしまえば。 与党からもう話してしまえばあとはもう犬の遠吠えのように国会で叫んでいろとだけど実質政治を動かすのはもう我々なんだというこの構図をですね作り上げるための選挙戦というふうにまあ感じるわけでございます。だから先ほど言っったようううに従来の,そのなんか選挙戦とととちょっと違うという 感じがすると言ってるのは私としては現場にいる人間としてそういうふうに本当に感じます。しかし、ながらですよ皆さん皆さん10月18日ですよ札幌に石破総理が来るわけでございます。それでですね、まあ石破画面をご覧になっていただいて、まああの。 石破茂総裁まあ一応選挙だから総理って言わないで総裁っていう形で言ってるわけでありますけどもまあ石破茂総裁が来られるということでございますでまあ明日は1時45分石狩商工会議所前で街頭ででこうパークホテルですね2時半パークホテルで、えー、6時にまあ我が地元の 厚別区のホテルエミシア札幌でやるということでございます。まあ私はちなみにですね、あのまあ和田義昭候補がですね、あのこちらですね和田義昭候補がまあこれ演説会に出ますから石破茂総裁と一緒に演説会に出ますので。 その空いてる時間1時間半ぐらいですけども凱旋車乗っておりますんで石破さんの部分は聞かない形になります。まあねあの、まあ、聞いてもいいんですけどもまあやはり。 私としてはとりあえずは和田さんを当選させるべく今、まあ、一生懸命やるということであえて私がいない間凱旋車を乗るということで申し出たところでもございます。ただできるでであれば行った方がいいですでなぜかっていったらご覧になっている方で自民党員の方または支持されている方は前回の総裁選挙においては高市さんを応援された方が多いかと思います。 私も当然、えー、番組でもやりましたけども高市さんに投票をいたしました。で、えー、石破さんが結果的に僅差でですね総裁になってしまったわけでありますけどただですね、えー、今石破さんがやってることっていうのは我々の考えてることと真逆のことをやろうとしてるってことは先ほど以来お話をしてる通りでございますが和田さん自身は 最初は1回目の投票は小林隆之さんに投票して決戦投票では高市さんに投票しているということでございます。で先ほどの画面を戻していただきますとこの石狩商工会議所前ここは新しく前は和田さんの選挙区だったんですが区割りがあってですね えー、石狩が亡くなって白石の一部が和田さんのところに行って石狩は中村博之さんのところ4区ですね4区に選挙区が変わったわけでございますが中村博之さん自身は高市さんのまあ推薦にもなっているということでもございます。であえてここに石さんが 総裁選挙では対抗馬であって石破茂さんが行くわけでございますけどこれね最初はまあ僕は別にいいやと思ってそういうふうにもしてたんですがあとであと考えてみるとなぜ来られるかということなんですよこれあの私いろいろとお,お伺いしましたまあ当連が呼んだということもあるわけでございますが、まあ、本人たちが呼んだっていうのもあれば石破さん自身が行くっていうのもあってちょっとここで いろいろと不確かないろんな情報があってですね、まだここで結論出せないんですけれども、結局この選挙終わった後、中村さんが当選して、そして、えー、和田代議士も和田さん自身も当選してですね、その後の育成も考えた時に、まあいろいろな考えがあるわけでございます。まあツイッターとかを見てますと、例えば、 あ石破さん自身ですねもう自分の意思がなくもう本当に背景のある人の言う通りにやっているという視点で考えれば高市さん派を追い落とすためにですね追い落とすためにあえて言ってるんじゃないかとまあ普通では考えられないですよ普通では考えられないんだけどう今までのもうある意味では LGBT 法からですね いろんな一連の法律が通っていた顛末または今回の総裁選挙そして、えー、コロッとですね総裁選挙に言っていたことを書いて、えー、今回の総選挙においても日程を前倒しして10月にやっている、まあ、こういう,こう180度意見が変わったりとかもう全然考えられないことの行動言動を見てると、まあ、そういったツイッターがあっても。 まあもしかするとそうかもなっていうのも思っちゃうところもありますけどもただまあそれを抜きにして考えた時にやはり自分の一番固めのために高市さんを応援していた陣営のところにも積極的にですね あのまあ応援をしにいくという戦略というのを私としてはありるのかなと、まあ、この真意というのは多分わからないですただ言ってどんな発言をしていくのか特に和田さんについてはですよ和田さんについては石破さん自身ですね比例重複を認めなかったんだからある意味石破さんがですよその認めなかったところにあえていくというのは罪を滅ぼしなのかそれとも何なんでしょうかね、えー 俺の力で小選挙区当選したら、俺の力で当選させてやったんだという恩義性なんでしょうか？まあ、分かりませんが、やはりこの政局とかいろんなことも絡んでくるんだろうなというふうに考えているところでございますけど先ほどの仙台にお話ししました。ですね。今のこれ序盤戦のですね。各市のお調整。 まずはあですね、えー、この共同通信社共同通信社ののとそれからこの日経と読売のですね世論調査、えー、こう読んでますと日経と読売が協力をし合いながら世論調査をしたっていうことですからあとはその情勢分析はそれぞれ違いはありますけど世論調査自体は日経とですねそれから 日経と読売は同じなわけでございますで、まあ、この北海道新聞の,その共同通信のですね参考にしたサンプルはですね1選挙区あたり固定電話と携帯電話で計500サンプルを目標にこれ選挙区あたりですよ各1選挙区あたり 500サンプルを目標に289選挙区で計15万6,993件の回答をいただいたというふうにここでは書いているわけでございます。で行った時は15日16日労率ということであります。でまあそういう意味ではサンプル数からいっても まあまあ参考になるものであるという視点でですねあとはその同心の共同通信のやった世論調査をもとにした同心の情勢分析っていうのがこう別個にあるんですがこ例えば札幌において言えば共通している部分として1区3区4区5区ですね、まあ、2区はまたちょっとですねこう違ってくるんですけどもただ共通しているのは 自民を支持すると答えた人の支持はやや広がりを欠くとか、これは3区ですけれども、また4区に至っては地元、足元の自民支持層をまとめきれていない。また5区に関しては、私の選挙5区に関しては、自民を支持するという人の一定程度が投票先を決めておらず、和田は自民を支持するという人を固めきれていないと。 マイクも同じような自民を支持すると答えた人は、固めきれてないということで、これ、共通してるんですね。まあ、札幌ということで言えば、でこれは読売でも、それから共同でも同じなんですが、まあ、北海道はもう立民の勢いが一番強いと、都道府県別で一番強いというふうに、このどの世論調査も出ております。まあ、ご覧になっている方、わかりますけども、もともと北海道はね。 あのそういったところですよまだに米ソ冷戦構造ということで、まあ、比例においても自民党3議席立民も3議席、まあ、前回は自民は4議席取ってますけどこのせめぎ合いをやっているんだと。で残りの部分において、えー、公明や共産やですねあとはまあ維新これ実は日本保守党も結構迫っているんですけども、まあ、国民民主,民主党であるとか、まあ、そういったところがあ広い。 拾うために頑張っているというほどでありますそういう視点で考えると先ほどの石破さんの話になればどうなんですかねこれはちょっと私としては分からないんですがこの共同通信のですね記事で考えると自民党を支持すると答えした人の支持はやや広がりを欠くであるとかまたは 自民党に投票すると、まあ、自民党を支持するという人の一定程度の投票先はまだ決めてないでそこをまた支持を固めきれてないっていう和田さんの部分であるとかこれ共通しているのはやはり自民党の支持層そのものが何に迷っているかということなんだと思いますね結局のところこれは 果たして石破さんが来ることが効果的であるのかそれともその自民を普段している人の固めきれてないすなわち今マスコミが常に言っているそのまあ不記載の部分ですよね不記載が気に入らなくてなってるのかそれとも自民党のこの今 石破さんがやろうとしている政策そのものもだから例えば消費税を含めてその減税、まあ、ある意味では積極的な財政であるとかそれを含めて国防の問題であるとかまたは歴史認識の問題であるとかそういったことに不満を持っているだから一蓮托生として自民党は普段支持してたけど、うん、ちょっとどうかなと。 ただ投票先も特にないしとか、まあ、そういったことで考えているのか、まあ、これはですねあの私の解釈ですよ私川田忠嗣の解釈としてはやはり岩盤保守層そのものをきちっとやっぱり固めきれてないっていう方が僕は高いんじゃないかなと思っております。なぜかって言ったらもう石破さん来るんで、まあ、来てくださいよと言った時にですね まあ当然私を支持していただいている方っていうのはもう高市さん応援団が多いわけですから何なんだよっていう人が多かったわけですよ。だけど実は結構自民党特に同連がそうなんですけどまあ今の知事を含めてこういう結果を出しているということのゆえんの一つでもあるんですが主流はでですすねのんぽりが多いんですよだから「小泉進次郎の方がいいじゃん」とかですね もうそんなノリのところがすごく多くて逆にそういう人たちは我々のような人間を敵視している部分もあるんです同じこれ長年ずっと自民党の中でも。だから安倍元総理が応援に来るなんて言って誰も来ねえよこんな安倍元総理の誰呼んでるんだって結構平気でこういう言葉出てきますからまあ大体戦隊のある程度の役職をついてる人とかだったも。だからまあ石破さんなのかそういう人たちからすると。 まあ一応ですね北海道では12票差ではありますけど総裁選挙では高市さんに勝っているわけですから石破さんがですね。まあ、ここはまあある意味ではちょっと読み切れてないところはありますけどただこの世論調査はそう僕としては考えた時に岩盤支持層が果たして自民党はどうなのかというふうに考えている私はその方が高いんじゃないかと思っております。まあ、ご覧になっている方はどのように解釈するか分かりません。 その表れとしてですよ。この、えー、日経と読売の共同の調査、まあ、これもですねそれなりのサンプル数でございます。まあ、これも同じ十五日十六日ですね、えー、で調査しているわけでありますけれども、まあ、これ日経と協力して、えー、調査をしましたということで。 えー、16万人だから大体先ほどの共同通信社と同じぐらいの回調査ですね、えー、回答ですね。で、えー、そういう,こう電話調査でありますとかインターネット調査も同時にやってるんですね。で Yahoo!JAPAN の ID を持つユーザーでありますとか LINEYahoo! と協力して、えー、やって でこれの協力を依頼して9万7207人が回答したという調査なわけでございますですからある程度ネットも意識した形の調査これを総合した形でやっている調査ですけど、まあ、その部分においてはですね実はあこれはあとは読売と日記がそれぞれ独自の分析をしているわけでございますけども。 読売においてもこれはですね例えば先ほどの国区に関しても一歩も譲らない展開ということでえー、割自民党支持層の7割を和田さんは抑えているというふうに回答、まあ、ある意味では記事として出しているわけでございますで、えー、中村さんと4区ですね、えー クレハさんがまあ接戦となっているということでこれも中村さんは人民公明支持層の7割以上を固めていると先ほどは支持があですね浸透がまだいまいちだというものに関して言うとちょっとまた違ってくるわけでございますで、ただ同じ調査でを元にした 分析はそれぞれ違うという意味において考えたときに、えー、この日経新聞ですね日経新聞においては、まあ、ちょうどその、うん、棒グラフが出ておりまして比例代表で投票したい政党という意味において言うとですね、えー、結構この北海道に関して言いますと日本を保守党 そして、えーまあ、賛成党ですねで日本保守党が賛成党をちょっと上回った形でですね棒グ、まあ、ラフでは結構出てるんですよこれ維新に近いような感じで出てるんですね。ということは日本保守党が比例の投票先としてあるとだけどこの7割近くをですね同じ 調査で、まあ、分析はそれぞれ違うにしても先ほどの読売の同じ調査でやったの7割支持を固めているという部分でいうと自民党には投票するあの小選挙区では投す票するけども比例ではまた別な投票先を決めているという可能性もあることを考えると先ほどの共同通信の話でいうとこれはまあ多分それぞれ電話先が違うのかもしれませんが。 共同通信とこれの違いはネットも使ってるということですよねあの日経と読売の方はネットも使ってるとこちらはあのネットっていうよりはもう電話まあ携帯電話を含めた電話ですね固定電話と携帯電話ということで言いますと要は もしかするとこの共同通信のですね、えー、調査においてはこのネットの層の人たちっていうのを拾いきれていない可能性もあるということでございます。こういう視点で考えますと、そしたらネットにおいては石破さんよりも圧倒的に高市さんの方が発信力であるとか。 部分ににおいいいててはは優位立っていたっていうのは総裁選挙でも明らかなことを考えるとやはりですねまあこれをどういうふうに解釈するかっていうのはいろいろとあるかと思いますけども私の解釈としては石破さんを呼ぶことがまあある意味ではですよあのもう固定的な伝統的にその まあ思想信条は別としても自民党を支援するっていう人を固める意味ではいいのかもしれませんけどやはり高市さんも呼ばないと今接戦を繰り広げている自民党の特にこの札幌県内のですね1区から5区までの人たちっていうのを僕はですねあの 勝たせるってこととといいいううこはちょっっ難しいんじゃないかというふうに思っておりますですから、えー、私としてはやはりですねこの岩盤支持層やはりこの保守という部分この保守っていうのもいろいろとあるかもしれませんが日本の尊厳と独立日本を主語としてもっと考えようと先ほどのですねあの私のいつもの図の正当編ですけども。 あのこのグローバル・マネー大主義ここに侵されるのではなくてやはり日本を主語として考えようとここの層っていうのをやっぱり高市さんは全国では少なくても党員票は1位だったわけでありますからちゃんと固めるっていうことも視野に入れていかないと結局ですね北海道は接戦ですまあ勝てないのかなというふうに思っているところでもございます。 ある意味では日本保守党からするとそこが一つのつけ入るーといいますかそういったことにもなるのかもしれませんまあ政党さんもそうかもしれないです、まあ、そういう意味においてですねあのー、この選挙戦、まあ、非常にこうまだまだ序盤ですから3日でですねもう投票が変わったりするような状況でもございますですからまだまだ分かりませんがどうかですね 多くの方にですねご参加いただきたいと思います。ご覧になっている方は多分投票に行くと思いますが、ご覧になっている方に関してはですね、あの自分だけが投票しては意味がないんです。皆さんが例えばお知り合いやまたはや投票なんか行くか行かないかわかんないわというような人たち、そういった人たちにもどれだけ いや、投票に手を、または自分の思いがあればこの人にね投票してよとこの政党に投票してよという声掛けを何人にできるかによってですね我々の勝負が決まるんです。もう今や政党でないいかにして日本の尊厳を第一義として考える人たちを多く国会に入れるか、その視点で考えたときに皆さんが。 もう皆さんの一票だけじゃなくて皆さんが多くの人に声かけることによって我々は本当の意味ですのでどうかですねあの 多くの皆さんにそういった意味で選挙戦に参加していただきたいと思います。ではまた最後にですね、もう一つ重要なものとして、えー、最高裁判事のですね国民審査というのがございます。この国民審査ってなかなかですね、えー、何なのかというところがありますが、この国民審査を考えるにあたって、えー、まあ、対象となっている人はですね、えー、以下の6人ですね6人でございます。 でこの6人の裁判官ですねこの人たちがどういった判決をしてきたのかということここも大事なことでございます。で特にですねこの6人の裁判官においてはこの NHK のですね URL も貼ってますけども このどういった判決をしてきたかというのが非常に参考になるところでもございます。で、えー、特に今この同性婚の話でありますとかそれからまあ性同一障害、ま、LGBTQ の話でありますとか、まあ、こういったことについては非常にですね、えー、残念な結果も出て,ております。またそれだけじゃありませんね。まあ、これは最高裁と関係ありませんけど ブルーリボンをねつけるなっていうようなね裁判官がいたりとかまたはあ今あの水島社長もですね裁判をやってますけど尖閣のところにおいて尖閣諸島において漁業活動して中国船が来た時に「中国出てけ」って言ったら「それは政治活動だから漁業じゃないんだ」と「だから行っちゃいけないんだ」とかこうもう全くですね 我々日本の尊厳と独立とはもうほど遠いですねような判決をこれまだ最高裁まで行ってる裁判ではありませんがそういった判決をする裁判官も多いです。でこの最高裁判事に関して言いますと結果としてですねこれ例えばですねあのいろいろとこう判決ある中において。 え、性同一障害の人が性別変更するための手術要件っていうのがありました。これは番組でもですね。皆様方にお伝えしたかと思いますけど、これ全部ですね。意見というふうに出してるんですね。この今、崎氏と小島氏この時に2人、この2人の裁判官がこの時に担当していて、意見と出したりしているわけでございます。だ、そういったことで考えれば。 私はですねあのこの裁判官、まあ、まだ判決も出していないっていうか、まあ、この主要な形で出してない方もいらっしゃいますけど私はこれもう本当にもう罰に罰していいんじゃなないかなという,ふうに思っておりますなかなかね最高裁判事のですね国民審査で用紙を渡されますけどこれ「丸っていうのはないですから。罰か 白あのそののままま出すかかかどちらかしかありません今この最高裁のいろんな判決そのものが、まあ、非常にですね我々の草原と独立を脅かすものであるということを考えると私は罰をつけるっていうのもですね一つの大きな選択肢なんじゃないかなというふうに思っているところでもございます。ですからあのこの部分において言いますと例えばこのツイートで言いますとですね この加藤田隆将さんのツイートですけど X ですよね、えー、この先ほど言いました大島さん、今崎さんはこの2人は絶対罰だというのも出ていますですからこの部分も皆さんです、ね、無視しないで,です、ね、我々の視点からこの裁判官についてもこれ国民審査権利ですからもう断固とした形で,です、ね、意思表示をしていく。 ここういったこともですね、私はななんではないかといいう,うに思っているところででもございます。ですからこれもどうか忘れないでいただきたいと思いますしまた時間があれば来週ですね27日投票日ですからそれまでの間に番組ができる時がございましたらこれもまた強調してお知らせしたいと思いますけどもどうかですね、えー、皆さんからも多くの人に投票行ったかいと。 もう直線まで,です、ね、電話かけをしてていいただいてです、ね、お知り合いにです、ね、どんどん行っていただいてそして、えー、我々の尊厳と独立日本の尊厳と独立これを,をです、ね、主とした人もう同関係なしにそういった人たちが全員当選するようなです、ね、選挙戦に私たちにしていきましょう、まあ、そういったことをです、ね、訴えまして番組を終わりたいと思います。 まあ私がですね今回の選挙戦で一番この結果どうなるかによってですけども心配なのは、まあ、自民党がこの過半数割れをした時にそしたらどこと連立するのかとなったらですね一番怖いパターンは立憲民主党です。 なぜ,かなぜしたら野田氏が立憲民主党の代表になったのかとこれ野田氏とそれからですねあの石破さんのがなんかこう変わりありますかね今言ってることとまあそこを考えた時にですねこれは要注意でございます。すなわちこれは本本当に日を支配している まあ勢力によるもうクーデターだったのかなという一連の,この総裁選挙をはじめですねまあそういったことさえもですねですからそういったことを避けるためにもまずはやっぱり日本尊厳の独立を踏まえた方に対して当選をしていただくという行為を我々自身が積極的に参加してやるっていうことこれが重要です。 ですから皆さん、ですね本当にさっき言った電話がけでありますとか、まあ、あの文章とかはなかなか難しいかもしれませんけど声がけ、これですね、とても重要です、選挙に関心ない人に対しても選挙に行ってねというですね積極的にこう皆さんが選挙に関わっていただく、このことが日本を救うことになりますのでどうかよろしくお願い申し上げます。 それではではすすね最後に告知をいたします、まあ、先ほど前半にもお話しいたしましたが10月19日土曜日18時からですねカデル27においてジェイソモン・モーガンさんの講演会これは当日参加も OK でございますんでどうかですねお時間のある方は多くの方にご参加いただいて。 そして今のマスコミでは絶対伝えないですね、本当の真相、これをですね、知っていただいてですね、さらにこの選挙戦にも生かしていただきたいと思うところでもございます。どうかよろしくお願いします。詳細はですね、画面をご覧になっていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。であとはですね、えー、北海道有志僧侶の会のこう第2回道民デモ。 が行われるようでございま,すまあ11月4日ということでございましてまあこれはですねあのこのワクチン反対または日本人を実験台とする機民政策に反対人権軽視の緊急事態条項反対ということでまあなんか本日ですねあの札幌市議会で、えーうん あの維新の会派のからですねまあこういったデマはですねえ断固としてですね許すべきではないというような趣旨の質疑がありましたまあこれがデマであるかどうかっていうのはですねまああの私からするともっと冷静に考えるべきなんじゃないかなと思いましたけどもまあいろいろとですねこのご意見があってそしてですね、えー 考えていくということは僕はとても重要だと思っておりますので、まあ、こういった形でも行われるということでまた11月15日においてはです、ね、地下歩行空間において毎年行われておりますあの北朝鮮による日本地拉致問題を考える同盟集会が開かれるところでもございます。 あの1日ですね、朝ま大体10時半ぐらいから夕方4時5時ぐらいまで行われるところでございましてどうかですす。ね、多くの方にご参加いいいたただきたいと思いますあの特定失踪者問題調査会のですね、荒木勝弘代表にもお越しいただいて講演もしていただきますんでどうかですね、お時間のある方はお越しいただければと思います。 以上ですね、えー、告知を含めて終了したところでもございます、えー。来週もですね、日本の尊厳と独立を踏まえた形でですね、えー、様々なことをお知らせするかと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。